スマートブックは、ほぼ、スマートフォンとネットブックの中間に位置する、インターネット用、モバイル情報端末の一つである。au is 0 1東芝ダイナブック、AG スマートブックの1スマートブックの公式な、規定は存在しないが、一般に、以下のような構成のものを指す。プロセッサは、スマートフォンにも使われている、ARM コアの中でも、比較的上位のものが当てられ、 多くのネットブックで使用されるアトム、チップセットよりも低消費となる。カラー液晶画面は4から10型程度で、スマートフォンと同等か、少し大きめで、ネットブックよりは小さめのものが使用される。液晶画面にタッチスクリーン機能が付くものもある。フルキーボードが必ず付く。記憶装置は HDD は使わずに何度フラッシーメモリを使うことで、小型で低消費電力になる。 OS には Linux 系が使われ、デスクトップ系 OS をスマートブック用にカスタマイズしたものもしばしば見られる。A コナニコル社が ARM ア,アーキテクチャ向けの Ubuntu を開発しているほか、米 Google 社の ChromeOS の採用も今後は見込まれる。重量は約 900g 以下、厚みも 20mm 以下で8時間以上の電池駆動が可能とされる。当初、スキャド大学と 米フリースケールセミコンダクタ社がスマートブックのコンセプトモデルとして発表したものは奇抜なデザインだった。今後全体の配置や外形はネットブック型のクラムシェル式に開くものか一部のスマートフォンのようにスライド式キーボードを備える形式が主流となる可能性がある。スマートフォンとネットブックの中間的な存在であるスマートブックは両者の中間的な能力を備えることで スマートフォンでは満足できない、より解像度の高い、または画面が見やすいエンターテインメント系サービスや操作感の向上を与え、ネットブックほどの汎用的能力を必要としない、代わりにより長い動作時間を求める使用者層に対応する。3G を含む無線によってインターネットに常時接続できる能力を備えることで、高機能携帯電話や、 スマートフォンで広がり始めた多様なサービスの利用が可能になり、この点で無線 LAN が必須とされるだけのネットブックと位置づけが異なる。ネットブックとの差別化の一つに素早い軌道があり、Linux 系 OS の採用によって Windows OS より早く使用可能な状態になる。また、低消費電力な高性なため電池駆動での使用時間もネットブックより長くなるとされる。 米インテル社が提唱している MID の位置づけがスマートブックと重なっている。MID ではフルキーボードの搭載が必ずしも求められていない点ではスマートフォンに似ているが画面サイズを含めてスマートフォンより高機能な用途を想定している点ではスマートブックに近い。アトム。 チップセットのコストが現状でも低価格であるので、インテルが言うように今後アトムの消費電力が大きく削減できれば、アームコアのチップセットを使ったスマートブックに対抗した MID にも成功の可能性があり、スマートブックにアトムが使われないとも限らない。用途その他、文書作成や電子辞書として使えるものもある。ダイナブック AG 市場に流通している種類が少ない。 ため単純な比較はできない。なお、シャープが2009年8月に発売したネットウォーカーは3万円台から4万円台で流通している。部品コスト比較スマートブックとネットブックの構成部品コストを主な要素ごとに比較してみる。プロセッサとチップセットでは、スマートブックの ARM コアチップのチップセットが70から75ベードル程度なのに、対し、ネットブックのアトム チップセットは32から40米ドルと半額程度でかなり廉価に購入できる。また、3G 通信モジュールと搭載するとすれば、ネットブックでは個別に回路を必要とするのに比べ、スマートブックの ARM コアチップのチップセットでは内蔵されたものを選べるので追加コストはあまりない。OS のコスト差も大きい。Windows XP ホームの ネットブック向けライセンス量は30ベイドルと高く、スマートブックの Linux DVD 再生ソフトなどは3から6ベイドルでかなり安い。筐体、キーボード、液晶画面、電池、難度フラッシュメモリ、グルー回路、配線基板、アンテナ、その他の部材は同一のものを使用し182から209ベイドルだと仮定すると、 両社の推定コスト合計は、スマートブックの299から339ベードルに、対して、ネットブックは255から290ベードルとされる。米クアルコム社は2008年末、または2009年前半頃から、スマートブックの名を示し、米フリースケールセミコンダクタ社とも共同で、提唱し始めた。なお2008年の段階では、クアルコム社は、 スマートブックに相当するものをポケットコンピューティングデバイスやモバイルコンピューティングデバイスと呼んでいた。フリースケールセミコンダクター社は2009年6月のコンプヤテックス台北2009でスマートブックのコンセプトモデルを展示した。ありがとうございます。